さあ28日は G1 ホープフルステークスをお届けします。来年につながる大大大注目の一戦でございます、しっかり当ててね、いい年を過ごしたいと思っております。はい、ちなみに森さんは、はい、大晦日とお正月はお仕事ですか？あ、仕事じゃないです。あら、あら、じゃあ素晴らしい休みです。あ、よかったよかった。じゃあ実家に帰ったりとか。実家に帰ったりとか。そうですね。斉藤新司はどうですか？いや、僕も1月1日で終わるんで、うん、はい、2、3、4ね、ちょっと休みなので、ちょっとゆっくりしたいなと思いますね。ああ、素晴らしい。キャプテンさんはどうなんですか？私はもう30日ぐらいから1週間ほど休み。ああ、1週間ちょっとね、珍しいパターン。ありがとうございますね。非常にレアなパターン。レアなパターンですね。ありがとうございますね。そんなことはいいとしまして、ね、はい、とにかくハッピーな新年を迎えられるように馬券を当てようという話でございます。はい、そしてこの日も午後2時10分頃から YouTube で生配信します。さあ、ここでは阪神9レースを予想します。森さんのちょい出しキーワードホープフルステークスマンもお届けいたします。さらにですね、午後4時過ぎからウィニング競馬延長戦を生配信します。ここでは今年の中央競馬を締めくくる最終レース2022ファイナルステークスを予想してレースを生観戦します。ホープフルステークスの結果いかんではとんでもない大勝負をするかもわかりません、ね、あら、これは、これホープフルステークスを当てて100万円チャレンジどころか、うん、もう1000万円チャレンジをしちゃうかもしれないということですね。しませんけどね。しませんね。しませんよね。逆に負けた場合はね、本当にちょっともうお金がなくて、はい、もう非常に小さい勝負になる可能性もあります。まあまあ、それはしょうがないですね。はい。はい、これで我々の最終打席を見てください。そして、レースまでの空き時間に翌日の東京大賞典の的中ヒントをお送りする予定ですので、お楽しみに。それから、ホープルステックスの前日、27日午後4時頃からキャプテン渡辺の自腹で目指す100万円特別編を急遽お送りすることが決定いたしました。はい、テレビ東京唯一の G1 レースで100万円を達成したら、私がワールドビジネスサテライトの、レギュラー向こう10年、お決定のシーンを、おー、これ気合を入れて頑張りたいと思います。わけがない、はい、でも一番似合いそうじゃない？そうですね、ワールドビジネスサテライト、ワールドビジネスサテライト対局にいるかもしれないなぁ。そうなんだ。そうは思えない。見る感じだとほとんど競馬の中継だよね。そう、ワールドビジネスサテライトが違うか、競馬番組、多分違う番組になってますね、それ。はい、うん、はい、ただまあ100万円って達成はしてほしいですね。なるほど、はい、ね、ということで、はい、中継ウィニング競馬配信は YouTube でお楽しみください。ということで12月28日水曜日は午後2時10分頃からフライング競馬、3時からウィニング競馬、そして4時からウィニング競馬延長戦3本セットで今年最後の競馬を我々と一緒に思いっきり満喫しましょう。お待ちしてます。